白人で栗色の髪の小柄な中年女性。今日は東京駅での話を。エスカレーターを上がって中央線ホーム1、2番線に出たところで、白人で栗色の髪の小柄な中年女性に呼び止められました。 Can I help you? と言ってみると、英語圏の人ではないらしく、片言英語で I want to go、 そして地図を指さして、月、月、月は東京駅のどの電車に乗っても無理だぞ。焦って地図を見ると、指の先には大月の文字が。以下、お互い片言英語。これは月ではなくて大月だと言うと、ゼロではないのねと大喜び。一気に何歳か若くなった。喜んだ理由はわからなかったけど、多分何人かに聞いて理解してもらえなかったのかも。あいにく止まっていたのが高尾行きと豊田行きだった。東京以外の人のために補足すると、大月は豊田や高尾のもっと西の先です。だから時刻表を見て、大月行きのが何分にこっちのホームに来るから乗るようにと教えてあげた。待っててあげたかったけど、お茶の水の待ち合わせまで10分しかなかったから、そこで別れた。声をかけられた時は疲れたおばさんだったのに、大月と分かった時の若返った笑顔が愛嬌にあふれてて、あれ、このお姉さんおばさんから格上げ、美人なのかと錯覚。時刻表を見る時、ここで待っててと言ったのに、不安なのかおずおずついてきちゃって、時刻表を眺めていた時、数字の横の漢字は終点の駅を表していると理解した時も、素晴らしいパと2回目の若返りが起こってたし、別れた時ほっとした顔をしていて、自分は大変和みました。和彫りの入れ墨。入れ墨の話で嫌な人は嫌かもしれないけど、和彫りとか日本のアニメは海外のアーティストにすごい影響を与えてるぞ。フィンランドの彫り師のやつは日本の神話とか建築にのめり込みすぎて、実際に日本に来たらがっかりするんじゃないかと思ってたけど、来たらやっぱりいい国で感動したとか。アメリカの和彫りの先駆け的なやつは、最初はトライバルとかが好きで顔にも入れてるんだけど、和彫りが好きになって何度も来日して、和彫りつながりで日本の文化が好きになったらしい。そいつは和彫りを彫るときは着物を着て腰に短刀を刺すらしい。外人の彫り師たちは本物の和彫りの職人の体に手で彫るとか、一つ一つの意味とか、そういうのを勉強して感動したり驚いたりするらしい。その彫り師が滞在している間に一番感動したことは、銭湯か温泉かどっちか忘れたけど、70過ぎぐらいのおじいちゃんの体に彫られた本物の和彫りを普通の生活の中で直に見たことだと言っていた。